ポップトップ。愛知県豊橋市で男子中学生がトラックにはねられ死亡した事故から今日で4年。両親や警察官が交通安全を呼びかけました。2018年7月5日、愛知県豊橋市野寄町の交差点で起きた事故では、自転車で登校していた当時中学1年の石渡敦樹さんがトラックにはねられ亡くなりました。事故からちょうど4年となった今日、現場付近の通学路で両親や警察官らが生徒たちに声をかけながら登校を見守りました。私の息子は行ってきますと出て行った後、ただいまというふうに帰ってくることがありませんでしたので、もうどの子も元気に家に帰れるということを願っています。横断歩道を渡っているのは命ですので、運転する人たちは皆さん絶対に事故を起こさない、特に子どもの命を守るということを意識していただければと。豊橋署の管内では今年に入り交通事故で3人が亡くなっています。